どうもこんにちは、タツミンです。ですね、今日の動画なんですけれども、僕が経験してきたことの話をしていこうと思うんですが、僕がビジネスを始めた時の話をしていこうと思ってます。まずね、最初から言うと100万下げられた話ですね。僕は、そもそもどういう経緯でビジネスを始めようと思ったのかについてなんですけども、もともとプロのミュージシャンとして3年間4年間ぐらいね、まあ19歳20歳ぐらいからやってたんですけども、まあ、僕もともと母子家庭だったので18歳ぐらいからね、親父が出て行って、まあ、借金1800万ぐらい背負わされて、それで母子家庭になったんですね。親父は逃げたので。で、そっから、まあ、ミュージシャンとして、まあ、親にね、わがまま言いながらもやってきて、まあ、実際お金は、22歳ぐらいの時には稼げるようになってきてたんですけども、まあ、やっぱり限界を感じたというか、まあ、その時やってたバンドがね、ギターが、まあ、言ったらもう音楽性の違いですね。そのボーカルの声でもう曲が作れないみたいなことで、抜けちゃったんですよ。で、その人が上手かったんですよね。そのギタリストとして上手だったので、まあ、その後の後継者のギターを探すっていうのは結構難しい感じで、まあ、難航してしまって、で、結局、まあ、僕もその時に、まあ、キリがいいかなというか、まあ、親の体調とかもちょっと悪かったっていうのもあったし、まあ、片親だし、まあ、もともとそのね、お金とか、まあ、親に借りて、まあ、音楽してたっていうのもあったので、まあ恩返しをしたいなというか、まあ自分のエゴでもあるんですけど、親孝行をしたいなっていうのが一番の思いであって、だったらまあ安定する、まあ、職業って言ったらなんだって言ったら、その時の僕の考え方で言えばやっぱりサラリーマンになることだったんですよね。まあ一般常識的に言ったらやっぱそうじゃないですか。サラリーマンになることが、まあ安定する給料を、もらえる、まあ、職業であり、で長年続けることもできるし、で親に安心感を与えてあげることができるのが、まあ、サラリーマンじゃないかなって思って、サラリーマンになったんですけども、まあ、実際サラリーマンになってみて思ったことなんですけど、自分の時間がまずないっていうことと、僕は手取りが交通費含めて23万ぐらいだったんで、まあ、それでは、まあ、遊ぶことはちょっとはできるんですけど、まあ、親孝行をするっていうことができないんですね。で、あと自分の時間がないってさっき言ったんですけど、自分の時間がないということは親孝行をしてあげる時間もなかなかないっていうような状態で、まあ、土日は休みだったんですけど当番制で、たまに緊急的に出勤しないといけない日があったりとかで、まあ、なかなか旅行とかには行きにくい職業だったんですね。なので、僕の本来の目的である、まあ、親孝行っていう部分に関しては、まあ、なかなか達成することはできないな、この職業じゃと思ったんですよ。あとその職業が結構車を運転とかして、まあ、体を動かす仕事だったんで、それを60歳ぐらいまでやるってなったらなかなか難しいなと思ったのもあったし、まあ、その時ねニュースとかで、まあ、終身雇用制度っていうのが崩壊するよみたいな話とかもあったし、なので僕これずっとやっててもなんか生きていける気がしないみたいなまあそれで不安を覚え始めたんですね。で、まあ、親孝行したいし、まあ、母親の体調も悪いっていうのもあったんで、早めに何とかしないとこれやばいぞってなってきたんですよ。なのでちょっとなんかまあ副業とかっていう話を、聞いてみたいなとか思い始めたんですね。でも自分の周りには一人も人脈もいないし、社長さんもいないし、社長の息子もいないし、なんかお金持ってるっていう人もなかなかいないし、まあ、医者の息子ぐらいですね、いたとしても。でもそういう感じでいなかったんで、まあ、人脈もゼロだし、知識もゼロの状態から始まったんですね。で、僕はツイッターを趣味程度にやってたんですけど、まあ、そのツイッターを使って、何かビジネスはないかなというふうに、探し始めたんですね。それが2016年の12月頃ですかね。で、ある時、月収1000万を達成した20歳っていうのが、ツイッター上で現れたんですね。で、その、まあ、月収1000万の20歳の、アカウントを見てみると、まあ、18歳にして、売上、月100万を達成して、で、会社を設立して、で、そこから、まあ、順風満帆に勉強とかいっぱいして、仕組み化を作って月収1000万いきましたみたいなことを書いてたんですね。で、その時の僕の手取りって23万くらいなわけじゃないですか。で、その人は、20歳で月収1000万みたいなのを見た時に、俺って何してんやろみたいな
感じで思ったんですよね。でそういうのもあって、まあ、その20歳にねすごい興味を持ったんですよ。まあマカオとかに、金融の勉強に行ってたりとか、まあ大きいねよくあるあの札束とかをね乗っけてたりとか、まあいい時計とかつけてたりとか、まあいいホテルに泊まってたりとか、まあ1泊10万ぐらいするねスイートとか、そういうとこ泊まってたんですよ。でそれを、LINE アットで発信してはったんですね。なのでその LINE アットに僕登録してよく流れてくるねあのコラムとかを読んでたんですけども、そしたらある時、まあ毎日毎日コラムが流れてきて、あすごいなすごいな、そういう経験もあるんやっていう風に勉強になってる中、僕その兵庫県に住んでたんですけども、まあ、神戸でセミナーをやりますみたいな告知が流れてきたんですね。それが2017年の1月ぐらいですね。で1月ぐらいに流れてきて、そのセミナー僕行くしかないと思ったんですよ。まあ、なぜかと言ったら、その、まあ、20歳が本物なのかっていうことをまず、この目で確かめないといけないなっていうふうに思ったのと、まあその月収、まあ、100万とか月収1000万とかそれ以上いってる人たちの考え方ってどういうふうなのかとか、まあ、オーラはどうなのかとか、まあ、とにかく本物なのかどうかを確かめに行くために、まあ、セミナーに行ったんですね。まあ、ぶっちゃけその人のファンになっちゃってたわけですから。で、行ったんですよ。そしたら、セミナー会場に着いたら、もう、ルブタンの靴履いてて、まあ、トゲトゲのやつですね。ヴィトンのマフラーしてたかな。スーツはオーダーメイドで、バッグがヴィトンのなんかボストンバッグですね。大きいボストンバッグみたいな、を持ってたんですよ。もうその時点で、オーラやばってなって、あこれ本物かもしれんと思って、まあ、実際にセミナーを受けたんですね。でもそのセミナーの名前が、最短最速で月収100万円達成セミナーっていうやつだったんですけど、それがなかなかこう、まあ、うさんくさいタイトルなんですけど、何をするのかって言ったらあのアフィリエイトを教える、まあ、セミナーみたいな感じだったんですね。で、それをやりたいあなたは、まあ、僕らに相談してくださいねみたいな、まあ、入り口のセミナーみたいな感じだったんですね。で、そのセミナーが終わった時にその無料相談、まあ、希望される方は、丸をつけてくださいみたいな、はいに丸をつけてくださいみたいな項目があったんで、僕は迷わずはいを、選択しました。まあ、無料で、ビジネスの相談に乗っていただけるなんて、まあ、なかなかない機会だと思うんですね。しかも、まあ、月収に、1000万のね20歳とかそういうレベルの方なんでね。なのでちょっとワクワクしながら丸をつけたんですけども、まあそれは正しい選択だったと思います。今考えたら、そのね1週間後ぐらいですね、2017年の1月の後半ぐらいかなに、僕はそのホテルのスイートに呼ばれたんですよ。まさかのその大阪にあるインターコンチネンタルホテルっていうところの1泊10万円ぐらいするスイートに呼ばれて、で、まあ、ちょっとワクワクしながら、ただちょっとホテルの一室っていうことで不安もありながら、まあ、向かったんですね。そしたらそこに行くと、まあ、呼ばれるわけですよ。何階に来てくださいみたいな感じで、で、ホテルの部屋に入ると、まあ、これはもう一面に広がる、まあ、大阪の夜景みたいな感じで、めっちゃ綺麗だし、もうなんか風呂とかめっちゃでかいし、ベッドもキングサイズやしみたいな、キッチンついてるしみたいな感じで、でまあようこそようこそみたいな感じで言ってもらって、机に座ったところで、まあその面談が始まるわけなんですね。辰巳さんはどうなりたいんですかみたいな感じで言われたんで、僕はそのサラリーマンをやってるんですけど、まあ片親なので、まあ親孝行をしたいっていうのが一番で、まあお金を稼がないといけないし、まあ稼ぎたいと思ってますみたいなことを言ったら、なら僕教えてますよって、いくらぐらいで教えてると思いますみたいな感じで言われたんですね。いやまあそれただで教えていただけないと思うんです、まあ20万ぐらいですかねって言ったら、まあ100万やったんですよね。でまあでもそのなかなかそのお金持ちの人にビジネスを教えてもらえるチャンスなんて生きててなかなか出会うことがないだろうなっていうふうに思ったんで、まあその時はまあたまたまね社会人だったんでカードの枠が100万ぐらいあったわけなんですよ。なのでその100万で、まあ、震える手をねまあ、かざして、まあ、カードを、まあ、切って、まあ、10万の決済を10回したんだかな、その時は。で、100万払ったんですよ。で、その100万を払って、まあ、そのコンサルティングを受けるぞっていうね、気合、まあ、も入りつつ、まあ、これが詐欺だったらどうしようみたいな、まあ、思いがあって、まあ、ただ、ちょっとまあ、不安とワクワク入り混ざった、こうね、ちょっとカオスな心の状態のまま、帰りの電車に乗って、大阪から、まあ、神戸の実家の方にね、帰っていくんですけども、まあ、結果的に言えば詐欺だったんですよ。そう、何が詐欺かって言ったら100万円という価値のあるコンテンツじゃないやろこれみたいな、 SNS の本当に簡単な構築の方法とかですね、
あとはそのアフィリエイトセンターの登録の仕方とか、それぐらいですよ。あとはまあ営業のちょっと音声みたいな、教育音声みたいな、この3つぐらいですよ。もうこの3つぐらいで、もうとりあえずやれよみたいな感じで渡されて、まあ、打ち合わせとかもその人飛ぶし、なんか夜の店にちょっと連れて行かれて、まあなんか付き添いで行って朝まで遊んで、それだけで終わりみたいな、まあ、いい経験はさせてもらったんですけど、100万円って言われたらなかなかうーんって感じのコンテンツやったんですよね。まあで、僕はその結局詐欺のコンサルで、まあ、受け負った100万の借金があるわけなんですよね。なのでそれをとにかく必死で返そう返そう、まあ、返さないと、まあ、当時のそのサラリーマンからして、まあ、1年目ですよ。しかもサラリーマン1年目の給料で100万の借金って言うと結構重荷やったし、返せんかったら人生終わるぞみたいなマインドになってたので、まあ、必死でやるしかないわけなんですよね。なので、その与えられたコンテンツだったりとかを駆使しながら、まあ、必死で人とかにアポイントも取りつつ、まあ、自分の集客の方法とかもまあ練りつつみたいな感じで必死こいてバーってやって走り続けて、で僕のサラリーマンの勤務時間っていうのが大体朝5時ぐらいに起きて、で会社に7時半ぐらいに行って、で8時ぐらいから、まあ、出勤っていうのが多くて、で夕方の、まあ、6時から7時ぐらいに退勤して、家に8時ぐらいに帰ってくるみたいな、そんな生活を続けてたんですけど、そこの家帰って、8時ぐらいから飯を10分ぐらいで食って、お風呂も20分ぐらいで入って、まあ計30分ですよね。であと普通の人だったらその9時ぐらい、夜の9時ぐらいからの時間って自分の自由な時間として、まあ遊びだったりとかテレビ見たりドラマ見たりとかそういうのに使うと思うんですけど、僕の場合はその時間を全部ビジネスに使って、しかも夜の9時から、夜中の2時3時ぐらいまでもう毎日毎日やり続けたんですよ、3ヶ月で。2時間睡眠ぐらいでずっとやってました。結局その、まあ、寝ないことによって運転する職業だったんで、まあ、2回ほど、まあ、事故を起こしてしまったりとか、やっぱり寝てないんでもう運転中に勝手に寝てしまうんですよね。で、まあ、車を廃車にしてもしまったことも1回あるし、まあ、それは会社を辞める直前ぐらいの話なんですけど、まあ、姫路っていうちょっと田舎の方でね、河原のところを走ってたんですけど、僕はその途中で居眠りを急にしてまって、まあ、40キロぐらい出てる中、河原の木にドカーンってもう激突して、車からプシューみたいな煙が上がるぐらいの、まあ、まあまあでかい事故を起こしまってっていうのもあるんで、もうその無理をするっていうのはおすすめしないんですけど、まあ、これも一つの経験なんで、これから別の動画とかでもね、発信していこうと思うんですけど、そうやって事故とかも起こしながら、まあ、自分の夢に対して必死必死にやってて、で、3ヶ月ぐらいですね、4ヶ月目に入ったところで月収100万円を達成したっていう感じなんですね。なので、僕の経験上としては、その、まあ、詐欺られたっていうことは悪いけども、そこで諦めずにやり続けたっていうことが、まあ、成果が、まあ、出る要因だったのかなっていうふうに思うので、まあこの動画をね見てるあなたも、まあ、何かしら、まあ、これからビジネスを始めていかれる方も、まあ、今までやってた方も、まあ、詐欺られたことがある方も、まあ、いろいろいらっしゃると思うんですけど、まあ、ビジネスっていうのは諦めずにやり続けることで、まあ、成果が出る可能性が高いっていうことをね、お伝えしたかったんでね、まあ、これが僕の経験談になります。とりあえずね、100万詐欺られて100万稼ぐまでの話みたいなのをこの動画ではしました。はい、では今回は以上になります。ありがとうございます。